ゆきえもんです。螺旋の宿実況プレイ続きをやっていきたいと思います。よし、前回のパートで服を乾かしてレインコートを手に入れたから、もう体温が低下する心配はないと。間にいればくぐり抜けれるかなと思ったんだけど、そういうものでもないのかな。もう一回戻ればいいのか。もう一回戻ろう。あ、消えた。何だったんだ。さっきは木の株みたいのがあっていけなかったよ。あ、いけないな。あ、いけるの。あ、時間をかけて足場を確保し、切り株を乗り越えた。あ、葵ちゃんがいる。あの、まだ本館とかの方の別館とか、なんか空いてない部屋とかもあるけど、あれは後々行けるのかな。案内板の上から文字が刻まれている。普通は気づくことすらできない。気づいたとしてもそこからが始まり。どういうことだ。よし、ちょっと話しかけよう。え、どうした。私大丈夫だよ、隠れてるけど。葵ちゃん、はい、葵。死んでいる。押しつぶされたように手足の関節がいびつに曲がり、顔は苦悶の表情を浮かべている。あ、なん、そうなんですよ。葵ちゃんただしゃがんだだけかと思った。ああ、葵。胃の奥から強烈な吐き気を伴って異物がせり上がってくる。うぐか、吐いてしまった。はあはあ、葵、許してくれ。そうなのか、葵ちゃん。まあ、いけないもんね。この変な道のあるとこしかいけない。え？そして誰？雨が降っていない。え？誰？幻想的なワール、マップだな。場面というか。誰？だいぶ疲弊しているようね、ゆきえもんくん。誰ですか？この先に行っても、民宿に戻されるだけよ。ここは赤おばさん。いいえ、ひなたの領域なのよ。あのおばさんの名前が分かったね。ひなた。お前は誰だ。そう身構えなくてもいいわ。私は菅原凛。あなたたちと同じで、この世界へ迷い込んだ生身の人間よ。山に登ると言って帰ってこなかった姉を探してるうちに、いつの間にか、ね。そうだよ、ゆきえもんくんって言ってたもん。なぜ俺たちのことを知っている。そう思うのも無理ないわ。けれど私はあなたのことを知っている。中学の時は陸上部に入ってたこと。あなたにはお姉さんがいたこと。あなたが小学校に上がったばかりの頃、そのお姉さんはご病気で亡くなられたこと。他にもいろいろと聞かせてもらったわ。あなた自身の口からね。わからない。わからないでしょうね。あの化け物は、あれが何なのか私にもわからないわ。ただひなたがそう呼んでるだけ。ひなたといってもあなたのお姉さんのことじゃないわよ。あなたのお姉さんと同じ名前だけど、まだ会ってないかしら。小さい女の子。あの子。そのひなたよ。あの子が化け物を赤おばさんと呼んでるの。あ、赤おばさんがひなたなわけじゃないんだね。ごめんなさい。さあ、もう行った方がいいわ。そのうち赤おばさんがここを嗅ぎつけてくるだろうし。これあげるわ。もしかしたらここを抜け出せるかもしれない。地下室の鍵をもらった。じゃあね、また会いましょう。ここか、次で。
どうする？行く？一応気になるもんね。宿に戻されるって言ってたけど、戻れるならそれはそれでいいよね。道なりに進んだにもかかわらず戻ってきてしまった。なるほど。地下室の鍵をもらった。じっと。なになになに？赤おばさんが来たのかと思った。地下室ってきっと、あそこだよね。この、ここだと思うから、まず、こっちに行こう。まだ屋根裏とかも行ってないしね。屋根裏のところ、記録します。はい。今のところさ、分岐ってあった？物語の。もしかしたら、葵ちゃんも、葵ちゃんの死なないルートとかあるのかな？やばい、上書きセーブしちゃったけど。逃がしちゃった。逃がしちゃったけど、そう、ここ行けないんだもんね。ここ。屋根裏。じゃ、とりあえず行けるところに行こうかな。エンディングは何かあるのかな？ここだろうと思う。鍵を開けた。よし。行くぞ。光源が必要だろう。熱源があれば点火できる。マッチじゃ光源にならない。やっぱりなんかいるのか。これで光源に必要だっていうセリフが出て、何かしらのフラグが立ったから、この取れない光源、心に油を手に入れたみたいな。わらとか木材とか、この光源ダメか。 ダメだよね。よく燃えそうなんだけどな。ちょっと、でも油紙も燃えるんじゃないかって一瞬思ったけど、ダメだよね。油紙、何、油紙、使っちゃうんだ。やばい。そういうことか。使っちゃった、一個。れ。 ちょっと待って。マッチでは光源にならないって言ってたけど、ランタンに火をつけると光源とし、ああ、なるほどね。そっか。はあ。バカな私を許してくれ。ランタンに点火します。ライト。これで持ち物のランタン点火と。よし。 いや、もう本当に、ごめんね。これが、雪えもんクオリティですよ。この程度ですよ。よし。じゃあ、地下室に行こう。ここで赤おばさん出てきたら詰んじゃうよね。経営者が記したメモ。何度か防空壕を見て回った。念を入れてお祓いも頼んだ。効果はなかったようだ。うちの子はまだ赤い服の女に怯えている。郷土史を調べたり、地元の人にも聞いて回ったが、赤い服の女など知らないという。奴は一体どこから来るのか。じゃあ、そろそろ赤いおばさんに名前でもつけようか。スナック菓子やカップ麺が入ってる。なんかおばさんっていうより、なんか綺麗なお姉さんって感じだもんね。落ち着いてみると。背は高いけど。よし、ちょっとここ入ろう。えい。落ち着こう。直線に立たなければ大丈夫だ。記録しましょう。ここでさ、記録するってことは、ここで死ぬ可能性があるよってことだもんね。大丈夫。まだ奴は動いていない。お？バカバカバカ。ここで誰かが生活していたのだろうか。飲みかけのコーヒーのようだ。これはあれじゃないの？ユッキーじゃないの？なんか登山家のなんちゃら雪なんたら言ってた。めぼしいものはないと。このろうそく。俺は絶対に助かってみせるぞ、ゴロー。誰だ？何もアイテムは手に入れられなそう。
防空壕で生活をしてらした方なのかな。よし。まだ動く気配はないね。いや、綺麗なお姉さんだよね。うん。よし、こっち行こう。施錠してやる。あー、あー、なるほど。ってことは結局あの奥に行かないとダメなのかな。ちょっと行ってみようか。よし、じゃあ行くよ。直線に立たなければいける。パッて行ったらいけるかな。パッ、ダメだー。なるほど。行った。よし、ついていこう。あれ？これ覗けるの？直線に立たなければ大丈夫。え？何をしているんだ？うん。ぐちゃぐちゃと、おでの中を踏み歩くような音が聞こえてくる。誰かの遺体、その切断された四肢が上下に揺れ、単調な動作を繰り返している。赤おばさんは遺体で遊んでいる。笑っているのか。赤おばさんの口元はつり上がり、無邪気な楽しみを見出しているようにさえ感じてしまう。うん。う、あ。いやー。股のあたりに生温かいものが広がった。口元を押さえて叫び出しそうになる気持ちを必死に押し殺す。ああ、やっちゃったの。雪えもん、そうそうしちゃった。やがて遊びにも飽きたのか、赤おばさんは遺体の前から消えた。はぁ、はぁ、いやー、記録。生徒手帳を取り出した。ここで記録をしてくれるの？なぜ？しておこうか。うん。やばい。なんもない？見るも無残な遺体だ。何か落ちている。ザイルを手に入れた。ザイルって何？嘘嘘、待って待って、落ち着け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 。ザイルってなんだ。あ、ちょ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 、あ、あ、あ、そっちに行ったらダメだよっていう親切心からだよね、それは。はいはい、あ、はい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 、またあの樹木のとこまで行けということではなかった。もう、あー、でもセーブしといてよかったよね。あの、なんかセーブしてなかったらあれだもんね。うん。追ってこないようだと。いやー。やだー。よいしょ。これセーブするとこじゃないもんね。ザイルってなんだ？登山の必需品。わからない。ちょっと登山はあまり知識がなくて。なんだザイルって。こっち行けるようになってる？正常してある。あザイル、登山の必需品。でもここではもうアイテム手に入れたから何もないよね。うん、なんもない。登山の必需品、この上でなんか防空壕壊せたりするかな。ここザイルで、なんもなかった。あれ、ここでザイルでなんか開ける？持ち物、ザイル。なんだ？ザイルってなんだ？それ、防空壕の、あの、施錠4桁、息子の誕生日。プラス、自分のなんかレシートの裏に記しておこう。レシートなんてものは、パッと見なかったけどな。
4、8、9。尺八、尺八様、えい、開かないよね。はい、ごめん。尺八様が、何なのか、あ、もしも興味がある方は、ググってきてくれ。レシートってここら辺にあってるイメージだけどな。うん。はい。じゃあ、ちょっと、迷ってしまってるので、ここら辺で一旦切りたいと思います。うん。はい、コンパートも見てくださってありがとうございました。よかったら、次回のパートもお付き合いください。ゆきえもんでした。じゃあねー。